ようやく今、高速道路を降りてきました。非常に滑らかでスムーズで、ハイブリッドの特性が取れたいい車ですね。ものすごくいい走りをします。開放もものすごく取れて、窓枠のとこも全くこう見通しも良い車載カメラ撮影、ワイドな走りをしますね。これ、ガソリン車とは全く違う、走行をして、トルクも19トルクと、たっぷりなトルクで走っていくのが、特徴的な車です。非常にですね、運転しやすくてですね、非常にマットに走りますね。もう電気の今 EV ですが、非常にマット感があり、食いついたように走ります。坂道も先ほど乗りましたけど、かなりの、食いつきがあって操作がめちゃくちゃしやすいですね。足も硬からず柔からず、まあ硬めでもない、柔くすぎてロールが多いわけでもないって感じで、非常に扱いやすいです。はい。視界がめちゃくちゃ取れてますね。これあまり日頃運転しない人にもすごいビューポイントで入ってくるんじゃないんでしょうか。こうやって足をこうするとですね、やっぱりどうしてもこう、なんですかね、当たるんですよね。こう最近の車はこう当たっちゃうんです。これがちょっとあれかなと、安全性がね、誤発進防止のために。はい。でメーターはこういう感じですね。非常にいいですね。メーターも分かりやすくて、こうやってバッテリーの液晶の明るさも変えれて、でこういう風に、いろいろ変わってきます。でパワーはパワーフローシンプル、でパワーフロー表示ですね。いろいろでこういう、巡航、正確に出て非常にいいですね。はい。これがですね、エアコンですね。結構見た目も綺麗ですね。でずーっと行きまして、これがちょっと、ライトですね。はい、つけて、はい、ドア、はい、で片側で右側で、非常に明るいライトですね。非常にいいと思います。でいろいろ、オートクルーザー、いろいろコントロールがいろいろついてますね。非常にいいと思います。のですよ、この、これ聞いてください。ほらほら、すごい強力でしょ、これ。ほら、これなんですよ。このパワーがすごい。